はい、この曲、はい、ね、氷室京介さんですね、ギフ、うん、はい、さっきニュースでもやってましたね、はい、びっくりしましたね。お便りもたくさん来てます、うん、花草娘さんからいただいております。元ボーイのボーカルのロック歌手氷室京介が山口県、で行われたライブの中で氷室京介を卒業すると、うん、発言し、事実上の引退宣言とも取れる内容だったことからファンの間では大騒ぎとなっておりますということですか、はい、うん、音楽はやるらしいんですけど、うんうん、ライブをもうちょっと休むやらないよということなんだそうです、ね、あの山田木材よいしょさんも制作活動は続け、うん、CD も出していくそうで、午後11時過ぎに公式ホームページでファンの皆様へと題した説明をアップして、まあ、その内容はということで、まあ、さっきのあれですよね、あのコンサートのところでは発表いたしまして、もうこれは音楽活動というかステージ活動はちょっと、はい、やめましょう。要はあの体がついてかんわということらしいんですけど、ご本人の言うところによります。私たちはまだまだいけるでしょうとかって思うんだけど、まあね、しんどいのかな、まあ、だから氷室京介の美学ではないかと花草娘さん、はい、本当にねこの方も見たんですけども、うん、もう完璧なステージ。ああそうか、うん、完璧であればね、うん、僕らだってあれですよね、あの完璧なことを常にやってたらしんどい、うん、例えば高橋のQちゃんがですね、はいはい、引退しましたと言うけど、はいはい、うん、あの今僕らと一緒に走っても早いですよ、うんとまあそうだよね、オリンピックのあのクラスではあかんいうことなんでしょうけどもね、はい、十分やれると思っても自分の中の一つの、はい、求めるところを維持するのはしんどいというところなのかな、うん、ね、山田木材業者さんもまあ他のはやるぞと。でそういえば先日アメリカの、モトリークルーというメタルバンドもトップにいる間に引退したいと言って、契約書まで作って、今のツアーが終了したら二度とライブをしない宣言をしてますから、おそらく氷室さんもそういったところの影響を受けて、いたんではないでしょうか、うん、かっこいいうちに人前から姿を消そうということなのかなということですね。言ってますか、うん、小高田博之さんからも今になってね、先月の岐阜のライブ行けなかったことをね後悔してます。数少なくなっちゃったライブっていうことでいくとね、うんうんうん、やっぱライブとかなんかはね、行けるときは行っとくべきですよね。そうです、ね、もう二度とね、はい、うん、この間もビートルズが来ても何年っていうその節目節目の日だったんですけどね、はい、うん、あれだってもうビートルズ日本に結局1回しか来なかった。そうか、うん、ほら坪井さん、うん、今度のラジオ祭りの坪井さんのステージライブも見逃したかんね、はい、まあステージライブもそうですが、はい、こういった私たちの放送も毎日毎日違いますからね、より完璧なものを目指してますからね、はい、もう一期一会と思ってくださいよその割に同じような芸が出てくるなと言いますがあれは磨き上げていく過程なんですからね。そういうことです。何度でも磨き上げていきます。そう、ね、シャータイさんからもびっくりしましたね、はい、高校生だったと時代にボーイが大人気だったですからね、うん、解散後も熱狂的な不安が多かったですからね。でも彼らしい身の引き方で言えばそうかもわかりません。デビルウーマンさんからもね、しかしねえ、完璧主義者ですからね、自分が許せなくなったのかなと思いますけども、うん、その点坪井さんは変わらずにやってますねと。別に完璧にやってないからずーっとできるんです、ね、とーら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 やってるだけですからね、はいはい、そういうことで氷室君ももうちょっとね、まあ、美学だからそうは言えませんけども、はい、手抜いてやったらずっとできますよ。もう坪井さんなんか金太の大冒険何回間違ったか、はい普通文楽師匠は自分の話をふっと間違えたら、はい、勉強し直してまいりますと言って二度とあの講座には出てきませんでした、はい、私だったらもうとうとうにも出てこれへんやそんなこと言ってましたね。大丈夫大丈夫、はい、クリオネブルドックさんもう53なんですね。僕から言わせればまだ53矢沢永吉さんも還暦すぎてますしね、うん、かっこいい年の取り方してますよということで、もうちょっとできんかというような意見ね、気持ちも込められているんではないでしょう、ね、まあでもちょっとこうお休みしてね、うん、それでもう一回やる気が出たらね、またやってくれるとファンの人たちは嬉しいなと思いますけどね、うん、はい、よいしょ